さあチャンスが続きます。まあここはつなぎましたんで得点差を広げておきたいですね。なるほど、そうですよね。見送ってまずはストライクです。インサイド落ちました。牧原素晴らしい反応を見せた。アウト。スタンドのファンからも歓声が届きます。ご覧いただきましょう。抜けようかという当たりだったんですがダイビングキャッチに阻まれてしまいました。いや抜けたと思ったんですけどね。